皆さんどうもバーノイチ翔介です。今日ちょっと場所がなくて今日ここで、ちょっと撮影をしてるんですけど、今回の動画なんですけど、副総理で、財務大臣の、おじい様が、麻生のじい様がまた余計なことを言ったみたいで、ね、どうやら国民に、再給付10万しねえと、バカ言ってんじゃねえよ。俺たち国民は、あんたらの道具じゃないんです。道具じゃないし、特にま飲食、時短営業を強いられて、時短営業しなかったら、あんたら名前さらします。で、罰金払ってもらえます。っていう感じで今やってるじゃないですか。で、そんなね、脅しもしてね、で、俺ら国民に、苦しい生活を強い出してね、何再給付10万だバカ野郎、な、なんもやるわけねえだろ、おめえらに何とかしろ、みたいなさ。そう言ってる大臣がね、一番この世でいらないんだよ。悪いけど。それこそ、あっそうで聞き流されるからね。悪いけど。本当に。配る意味がないとかさ、そういう話じゃなくてさ、やっぱりまあ生活がかなり困窮してる家庭ってあると思うの。かなり生活困窮してる家庭いっぱいあると思うよ。で、世界各国見てもさ、給付は1回だけじゃなくてさ、2回、3回って国もあるわけでしょ。で、特にさ、2回目、3回目、もうちょい額増やしてさ、なんとか国民の生活水準を落とさないようにってさ、やってる国もあるわけじゃん。日本はさ、たった1回だけでさ、ここから先もう給付しませんと。再給付を求められても嫌だ、困った、みたいなさ。んなさ、馬鹿正直な国どこにあるよ。で、なんで僕はこの動画で言いたいのは、我々、日本国民は、国の道具じゃないんです。物じゃないんです。我々生きてるんです。ね。僕ら生きてるんです。今のこっからね、景色見ても、一生懸命仕事してる人、仕事帰りの人、ね、まだまだこれから現場に向かってる人、いっぱい、ね、向かってるためにね、あと輸送の人、ね、車いっぱい走ってます。ね。この人たちがどんな思いで仕事してるか、俺もそうだよ。ね、うちの、俺の職場で働いてる、ね、同僚たちもそうだよ。他の店舗でも働いてる同僚もみんなそうだよ。ね、ほんとみんな、もう、どんどん苦しい思い強いられて、それでもなんとか、ね、早く配ってでも頑張って、一日一日生活してるんです。で、それでね、今回、まあ、去年総理大臣変わって、で、またコロナの第3波で、こうね、営業時間の短縮とか、本当いろんな部分で、収入の減った人、いっぱいいます。そういう人たちに、金やんねえからお前ら働けって言えますか？ねえ。昨日記事で、医療関係者、福祉関係者、福祉関係者の人たちには見舞い金でね、20万がどうたらこうたら記事ありましたけど、そんなん出す財源があるんだったら、国民全員に一律20万でも配ったらどうですか？そう、一律20万でも、15万でも、ね、今20万でも少ないと思うよ、正直。我々の税金って何のためにあるんですか？国会議員の遊ぶための金じゃないですよ。国会議員が、ね、会食するための金じゃないんですよ。寝てる国会議員、ね、やじ飛ばしてる国会議員のために払う我々の税金じゃないんですよ。ね、苦しい時に我々に配られるのが税金なんじゃないですか？ね、税金の意味吐き違ってますよ。国会議員の皆さん。ね、あんたらが議会の最中に寝てたりとかしてますけど、
そんなあんたらに俺らの税金渡したくないっすよ。当たり前じゃないですか。で、国民が苦しんでんだ。うん。で、ボーナスだってカットされてる人いっぱいいるんだ。このコロナ禍の中で、ボーナスカットされたり、ボーナスかなり大幅に減給されたりする人いっぱいいるんだ。もうみんな生活できてないんだよ。苦しいんだよ。だから、麻生さん、俺らの税金、俺らの税金で、国民一人で10万払うの嫌だ。ふざけんじゃねえぞ。俺らの税金、俺らの税金だ。国民が苦しい時に渡さないで、いつ渡すんだよ。そこをよく考えてほしいなと思います。うん。これ若者の意見というよりも国民、一国民の意見です。もしこれに賛同してくださる方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、翔介でございました。それでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。当てまーす。